どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございますね。この例の喫茶店のナポリタンっていうやつね。スパオ、日清スパオの喫茶店のナポリタンってやつがあるんだけど、これをですね、そろそろ食わないと、また冷蔵庫の中で永久保存になってですね、3年後に食う羽目になるので、これをですね、食うということになります。で、普通に食うんではなくてですね、これ、これをですね、使ってですね、ミートソース。このナポリタンのこの麺だけ使って、このミートソースを使って、喫茶店のミートソースを作るというですね、そうやって食うっていう、それだけの動画でございます。おっとっとっと、お湯、なんか跳ねたよ、これ。危ねえな。うん。今もう油でここ温めてんの、これ。うん。で、まずこの麺をですね、油で温めるところからするわけでございますね。うん。これね、めんどくせえんだよ。結局これフライパンで炒めないとダメなんだもん、こんな感じの。うわ、跳ねる跳ねる。で、これを麺を。うわ、跳ねる跳ねる跳ねる。あ、あちゃ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 。跳ねる跳ねる。これなんで跳ねるかって、実はね、これ洗ったんだけど、きちっと水道が切れてなかった。あちちちち、ちょっと油入れすぎたかな。よし。で、これを麺を、まあこれ、取っといてもしょうがないんで、2つ入れちゃいます。2つ入れちゃいます。2つ入れちゃいます。2つ、2つ。うん。よし、これでいい。うん、それで、これを炒めて、この上にですね、このミートソース、このミートソースをかけて食うという、それだけの動画でございますので、よろしければお付き合いください。それでですね、この中にあるですね、うん。ここにナポリタンソース、これ2つ残ってるんですけど、これはまた別の機会に何かで使いたいと思いますね。しばらく永久保存になるような屋根を感じしますが、まあそれはそれで仕方がないのであるからね。はい、で、これはここに、これはゴミなんで、後で捨てるということでございますね。はい、うん、日清スパオを、これ下町のナポリタンで、このソースがですね、非常に酸っぱい、卵じゃない、トマトの匂いがものすごく強いですね。そういうソースになっております。で、この麺をですね、まずこうよく炒めるんですね。炒める、うんうん。で、これは実はもう湯煎してあります。湯沸かしポットの中に放り込んでおいて湯煎してあるんで、結構あったか、もうあったかいで大丈夫ですね。で、こうやって麺を軽く炒めるわけですね。はい、麺を軽く炒めます。あんま強く炒めてもしょうがない、非常に太い麺ですね。非常に太い麺でございます。それでこれはですね、また何かの機会に食うので、これはこれでまたですね、冷蔵庫に入れて、結局永久保存になって3年後に食いたいと思います。よろしくお願いします。それで、麺をまあ炒める。それで、前回はこれにナポリタンソースをかけて、普通にこれで食ったんですよね。で、それを、と同じことをやっても、しょうがないんで、別のことをやるっていうのが今回の動画ですね。麺がもう熱くなったかな。うん、まあいいじゃないですか。うん。だこの上ですね、この、うん、マミーママ、うん、日清製粉マミーママのですね、ミートソースですね、80円ぐらいで買いましたからね、これを上にかけるわけよ、これ、いやーっと、うん、ビャーっと上にかける、うん、ビャーっと上にかける、うん、よし、うん、はい、はい、うん。あんま肉が入ってないね、ミートソース。で、これで完成でございます。はい、これで完成でございますね。じゃあ、いただきます。これが料理と言えるのかっていいんだよ。まあ、こんなもんでございます、日々の生活は。で、これをいただきま、いただきま。うん。うん。だから何言ってるのかあれですね、これね。うん。やっぱでもこの太い、この図太いこの太い麺がですね、うん、うん、なんか喫茶店って感じがありますよね。なんか麺を茹でて作り置きしとく、麺をその作り置きしてあるわけですよ、基本的にこういうところは。で、この作り置きしてある麺がですね、なんかちょっと水吸ってブヨブヨになったんだけど、でもなぜか美味しいっていうこの感覚ですよね、このうんうん、これが喫茶店のナポリタンでございますね。うん。昔、
乾燥麺のスパゲッティあるじゃないですか、一般に売ってるやつ。あれ結構茹でて戻すのって時間かかるじゃないですか。10分とか茹でなきゃいけないから、その対策で結構事前に茹でてあって置いてあったりしますからね。で、茹でてもこうやって油とかでこう絡めてやっておけば、まあそう簡単に伸びないんで、まあそんな感じでいろいろやってるみたいですけど、どうでしょう、まあ悪くない、よし、いった。まあなんていうかな、感想ですか別にって感じですね、これね。なんか感想が言いようがないわ。だからこれ太い麺が、まあ、このミートソースはまあおなじみの安っぽいミートソースなわけですよ。まあ80円で買ったからね、これ1個で。このスパオの麺とミートソースがどう違うかって話なんですけど、はっきり言ってトマトの味でこのナポリタンソースとどこが違うのかって言ったら、ちょっと酸っぱくないぐらいですねそれぐらいで全く一緒みたいな感じで、まあ要するにですね、はっきり言ってそのスパゲッティっていう食べ物はですね、お上品な食い物じゃないんですよなんかパスタとか言ってですね、なんか食い物はなんかお上品な食べ物のように思いますが、はっきり言ってですね、まあ超高級店とかそういうところで出すパスタはどうかもしれないですけど、街で食わせるパスタってのは基本的にラーメン二郎と同レベルです特に以前の動画でご説明した通りですね、大抵のですね、大学のそばとかですね、まあ高校なんかもそうですけど、超大盛りパスタを食わせるんですね、店があるんですよ、いっぱい、いっぱいとは言えないけど、必ず1軒はあります。で、僕の住んでいる、僕が通ってた大学のそばにもありましたし、大学院のそばにもありました。超大盛りを食わせるお店があるんですよパスタが、なぜパスタがこの超大盛りかって言ったら、どうして原価が一番安い食べ物がパスタなんですよ。ラーメンっていうのは何やかんや言ったらですね、スープがあって、で具材に上にいろいろ乗せるじゃないですか。あの辺でいろいろ手間暇かかるんですよ。でパスタって一番簡単で、麺茹でてソースぶっかけりゃできるんですよ。でだから事前にスープを仕込んどくとかですね、そういう手間も何にもなくてですね、要するに一番簡単なんですね。卵かけご飯の次に簡単ぐらいですよ、作るのって、パスタって。でまあもちろんいろいろね、こういうソースとか一生懸命さね仕込んでる高級店はまた別かもしれないですけど、学生相手にですねやってるねパスタ屋なんてね、ケチャップとソースかけて、あと冷凍のですね玉ねぎのみじん切りとまあひき肉をパッと混ぜるぐらいなもんなんですよ。だからお上品な食い物じゃないだから超大盛りのラーメン屋ってですね、まああんまないんだけど、超大盛りのパスタ屋って意外と探すとそこら辺にあります、
僕は若い頃住んでいた春日部のお店にも、いや春日部じゃない熊谷、俺ちょっと若い時にね熊谷住んでたことあったんだけど、そこのとこにもありましたね、超大盛りパスタ屋が。それで入り口にイタリアの旗がかかってて、なんかすごいおしゃれな雰囲気なんですけど、中入るとですね兄ちゃんしかいないですよ。で超大盛りのパスタをみんなガスガス食ってるというですね、うん、外見ですね、なんか喫茶店みたいな感じで、なんかおしゃれっぽいんですけど、うん、中入ると完全にラーメン二郎です。本当に、うん、もう量だけが勝負みたいな感じで、うん、でパスタ20種類ぐらいあるんですけど、はっきり言ってどれも同じです。どれも同じですね。なスープパスタとかね、10種類か20種類あるんだけどね、なんか舌噛みそうな、なんとかカルボナーラ、なんとかペペロンチーノとかいろんな名前ついてるんですけど、基本ですね、全部同じです。はい。で、うん。で、ものすごい量が出てきます。なんていうかな、まあ、20代の僕でも食えないぐらいの量が出てきますよね。うん、それでですね、アルバイトはみんな若いお姉ちゃんでした。地元の女子高生みたいなのがですねアルバイトしてましたね。その横でですね、なんか、うん、若い兄ちゃんがわたわたですね、その小麦粉の塊を食ってるというような感じですね。ほとんど、うん、ここはですね、なんか体育会の合宿所の食堂ですかみたいな雰囲気でした。うん、それでまあ、うん、うん、要するに女性のマネージャーさんがご飯作ってるみたいな、そんな感じですよ。うん、まあ、そんな感じのお店でございましてですね、まあ、何なんだかここはみたいな気がしましたけどね、すごくね。うん、それ以上何って話なんですけど、まあ、うん、何って話です。はい。うん、ああ、というわけでね、ミートソースの方はこれ2人前だからミートソース2つ必要かなと思ったけど、このミートソースもですね2人前だった。買うときさ、ここ2人前って書いてあるじゃん。だからさ、これはこのナポリタンスパゲッティが、これが2人前なんだよ。2人前だからこれ2袋で買ってきたんだけど、冷静に見たらこっちのソースの方もですね2人前って書いてあったんで、1袋で足りたなっていうのを今気がつきましたけどね。はい、バカみたいですね。うんうん、そんな感じでですね、まあ今日もまた大盛りパスタを食らうということで、うん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 、まあお送りしたわけでございますがですね、全然スパゲッティってね上品な食い物じゃないね。うん、まさにですね、値段運動は別にしてですね、サイゼリアなんてですね、お上品すぎます。俺に言わせれば、うん、まあサイゼリアね、値段だけのはねすごく安いし、うん、味もすごくいいんで、まあ逆に言えばさ、サイゼリアがさ、あの値段であの出汁味で、うん、あの値段とあの味でさ、パスタとかさ、イタリアン出されちゃうとさ、なかなかね、イタリアン、高級イタリアンレストラン辛いよね。うん、明らかにその、うん、だからサイゼリアの2段の、2倍の値段を取るんであれば、もうド素人が食べた瞬間でも、あ、これは違うって分かることができなきゃいけないと思うんですが、実際ですね、そのどんなに頑張ってですね作ったところでですね、俺も含めてですね、素人の味音痴っていうのはサイゼリアと高級パスタ店の味の違いじゃ基本的に分かんないもんでございますから、まあ、そういったことも考えてですね、最後にサイゼリアの話をちょこっとしたところでですね、要するに、パスタなんてのはですね、下水食い物だということで、そういうことでですねお送りした。でも下水から悪いってんじゃないよ。俺パスタ好きだし美味しいよ。うん、でもラーメン二郎なんかよりはるかに作る手間が簡単だからっていうような感じですかね。
もちろんね、高級店はまた別だけどさ、うん、まあそんな感じでございますね。はい、以上になります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。失礼します。いや、なかなか食い直るよね、やっぱね。